よし、家着いた今日は仕事早く片付いたし、晩ご飯張り切っちゃうぞ。えー、っと、鍵、鍵、と。あれ開いてる。ただいま。わびっくりした。え何してるの、玄関で。しかもバリバリ仕事の格好だし。あ、ちょうど今帰ってきたんだ。そういうことか。 いやドア開けたら君の背中が目の前にあったから <laughs> どうしたの今日帰るの早くないたまたま早く終わったの実は私もなんだ一緒だねお揃いだよお揃いにしてもこんなぴったりの時間に二人とも帰ってくるなんて相性ってやつなんて <laughs> ていうか、こんな玄関で話しちゃってごめんね。うち上がろっか。いや、ちょっと待って。そのまま私に、まっすぐ向き合ってくださいな。あ、革靴とかもそのままでいいから。そうそう。そんな感じで。ぎゅー。ひ <laughs> ハグしちゃった。 日にち頑張った匂いがするどんな匂いだよってそこは突っ込まないお約束でしょうもふ <laughs> やっぱり抱き合ってるとす顔落ち着くこう君の首筋にちょうど私の頭をうずめられる感じ好きだなそこまで身長は変わらないけどちゃんと体つきは男の子だよねっていうかちょっと太った お腹出てきてきるんじゃないのフリリあちょっとこらいきなり匂い嗅いでもうすぐそうやってごまかすんだからいや私も嗅いでたけどさほんと好きだよねうわめっちゃスーパーしてるしちょっと変態っぽいよ周りさん <laughs> ごめんって冗談冗談 香水変えたってよく分かったね一昨日ぐらいにちょうどねこの香りどう好き <laughs> それは何よりでも分かるものなんだねちょっとびっくりしちゃったはいや引いたわーとかじゃないよ単純に細かい部分だからって意味で職場につけてくやつだから香りも控えめだしね まあ私的には気づいてくれる方がポイント高いから今後もそのままでよろしく。なんて <laughs>。ねえなんかさこうやって抱き合うの久々な感じする最近はお互い仕事も結構忙しくなって平日なんか特に家出る時間も帰る時間もバラバラだからゆっくり二人の時間取れなかったりして。 休みの日はイチャイチャしてるけど、それとこれとは別っていうか、毎日くっついてた同棲したての頃に戻ったみたいで、ちょっと懐かしいなって。あのさ、私のこと、ちゃんと好き飽きちゃったりしてないマンネリ化っていうか、お仕事終わってから、あんまり構ってあげられないのとか、 不満だったりしない。あ、ちょ、ちょっと。めっちゃ抱きしめるじゃん。力強。好きだから、細かい変化も気づくって。ふふ、確かにそれもそっか。ごめんね。変なこと聞いちゃって。え私好きだよ。好きに決まってる。 じゃないと普段ご飯作ったりしないし、こうやって抱きついたりもしないよ。何より、毎朝君の寝顔にキスするぐらいには好きですけど、何か文句ありますかひひひ、<laughs> びっくりしてる。好き。好きだよ。大好き。もう、目そらさないで。こっち向いて。ちゃんと見つめ合って。 キスして。うん。ち <laughs> ゅチューしちゃった。はあ、好き。うん、私今日ダメだ。全然離れたくない。ずっとくっついてたい。うん、まあそういうわけにもいかないし、今から晩ご飯作るよ。それで、 イチャイチャするのはご飯終わるまで我慢する。くそう。今日ぐらいは俺があって。ありがとう。でも疲れてるでしょ確かに君の手料理は久々に食べたいけど。あ、じゃあ提案なんだけど、一緒にご飯作らないあと、今日週末の特売だから、いつものスーパー行くつもりだったけど、それも一緒に来る いいのやったぜじゃあお互い着替えたら行こっかその間何食べたいか考えてては、でも健康にいいメニューでお願いしますねさっきお腹のことを指摘したらしれっとうやむやにされたの気づいてますからねうんよろしい <laughs> まったく私は君が一番大事なんだから長生きしてもらわないと困るんだからね ずっと一緒だよ大好き